私はこれから夕食の餃子を作ります。母はウクレレの練習をしております。かわいい、いいことですね。はい、ついに餃子できました。見てください、かわいいの。うちの母頑張ってウクレレの練習しております。めっちゃ練習してます。見せるとダメだよ。怒られました。ということで、私は母がウクレレの練習をしている間にお手伝いで餃子作りましたよ。今夜は餃子。今日なんでビデオ撮ってるかというと、やっぱりこれなのよ。日本のサランラップはすごい。もう知ってたんだけど、すごいんです。もうアメリカのは薄いし伸びるし切れないしなんですけど、この切れ味をもう日本に住んでる皆様は知っていると思うんですけど、じゃあもう厚みとか違うもんね。あ、そこで切らないの。どこで切るの。ここでもうここに合わせてくんだよ。ここに合わせて、オッケー。それからこっちこのとこでガッてやると、あー間違いない。サラン絶対間違いない。素晴らしいサランラップ、日本のサランラップはすごい。これ、ニューヨークに持って帰ります。え、それ持ったのちっちゃい方じゃないですか。そうそう、いいのよ、ちっちゃい。今サランラップを持ち帰るってことでね、はい、これのミニを持ち帰ります。大きいのはねニューヨークにもあるんですよね。でも素晴らしいサランラップのこうラップの仕方も習ったので、これで今夜は餃子になります。では母様、引き続き止まりました。手がね、手がよしては手がね、動かないの、手が硬くて。やめろということで、撮影禁止ということで。じゃあ、夕食楽しみです。じゃじゃーん、出来上がりました。餃子、超上手にできた。めっちゃ上手でーす。これはカレー会。違いますよ。何？まだ辛じゃないですか、これ。違いますよ。上手にできました。イエーイ。あー、餃子出来上がり。